ねえ葵くん、もうあれって良くなった？え、あれ？ほら、この間の夜二人でやった時に使った葵くんのあれ。この間ってみんなが泊まりに来た時のことかな。僕酔ってて覚えてないけど、まさかあの日マミちゃんと。あれってその僕のあれのこと？うん、葵くんの変わった色してたよね。色？僕普通だと思うけど。薄いピンクとかあんまりないよ。そうなの？みんなどんな色してんの？まあ人それぞれだけど、私がよく使うのは黒と紫。マミちゃんすんごく遊んでそうな色とやってるんだ。あ、もしかして使い込んで薄くなっちゃったとか？使い込んでない、僕のまだ新品だから。嘘、あれで新品？それどういう意味？だってあんなに感度悪かったのに。感度か？ほら前にした時何もしてないのに勝手に右に倒れていったじゃん。右に？それって立たなかったってこと？うん、立たなかった。多分ちょっと壊れてるよ。壊れてないよ、まだちゃんと使えるから。でも大事な時に使えないんじゃスティックついてる意味ないでしょ。マミちゃんの毒舌が止まらない。葵くん一回出してみて。ここで？私結構そういうの直すの得意なんだ。出さないよ、前はダメでも今はもう普通に使えるから。葵くんも修理できたんだ。でもなんか慣れてなさそうだし。気をつけてね、素人が変にいじると取り返しのつかないことになるから。怖いこと言わないでよ。じゃあ使えるなら前の続きしよっか。今から？え、しないの？もしかして私とするの嫌？嫌じゃないけど、ほらいきなりだからびっくりして。じゃあ3回だけ。多いよ。じゃあ途中まででもいいから。それはそれできついから。あ、まずい、僕ゴムを持ってない。ごめん、やっぱ今日はできないや。なんで？そのあれの準備してなくて。ジョイコン直ったって言ってたのに。あ、もしかして充電のことかな。大丈夫だよ、ちゃんと私の持ってきたから。え、そうなの？準備してくれたの？ここに来るまでに買っといてくれたのか。やる気満々だ。あ、そのちゃんとわかった？それくらい余裕だよ、ちゃんとマックスにしといたよ。マックス？あれにマックスサイズとかあるの？ねえ早くしよう、マックス使い切ろうよ。うん、わかった。僕今日は限界突破できる気がする。